2007年、共同通信社杯を制した後、彼に試練が襲っていた。落車を起こし、ヘルニアを誘発。今もなお爆弾を抱えている。これまで夢を叶えるため、できることは全てやってきた。そうした中、体のケアにも力を注ぐようになった。そして落車の影響は、練習内容にも変化をもたらした。それまでバンク中心だった練習メニューから、アップダウンの多い街道で長い距離を乗り込むようになり、さまざまな効果が出始めたという。街道に対する考え方が変わったんだよ。やっぱりこう練習一つにしてこう実際きつい山登ってでもそんなレースにはそういうことはないじゃないですか。でもまあきつい山を登ったりしてこう細かい筋肉が動き出してまあ怪我とかもにも強くなると思うんで。それでも変わらないことがある。年齢とともに少しずつ練習量が減ったとはいうものの、その練習は過酷さを極める。立て続けに行うロングスプリント、常に全力を出すことで不安を解消し成長し続けてきた。そして地道にやり続けることで再び結果が生まれることになった。そこには一切の妥協はない。昨年後半からその努力が一気に実を結び始めた。2010年に入り、兄と共にその快進撃は止まらなかった。2月の G3 京都向町記念での兄弟ワンツーを皮切りに、一つずつ着実に夢を実現させていった。しかしその快進撃も長くは続かなかった。頂点に立つ者の宿命か。執拗なマークにより幾度となく落車が襲った。いやがおうでもこわばる体、遅れる反応、そんな無意識のうちに起こしていた博之の異変を兄は見逃さなかった。ちょっとその気持ちが弱気になったところが僕には見えた。じゃなくてもやっぱり一つの一つのレースにもうちょっとこう本当にこう変な話、まあ命がけで走る気迫がないとあかんの違うかみたいな話はこの間しました。自分がこう実績とか残すに残したりしてこう自分が強くなっていけばいくほど差を感じるんですよね。もう差が縮まるどころか、こうこんな差があったのかっていう、まあそれを思えるようになったっていうのは自分が成長したっていうのはありますけどね。はい。迎えた今年最後の G1 競輪祭。
ここでも村上兄弟が決勝に勝ち上がった。勝負に一切の甘えは許されない。兄に改めて教えられたプロとしての生き様を胸に戦いへ挑んだ。レースは打鐘を聞いて兄義弘が赤の三番車深谷に真っ向勝負を挑み、壮絶なもがき合いを演じた。しかし2コーナーで義弘が失速すると、すかさずまくりに出る博之だったが、大外から仕掛けた海老根の強襲の前に万事休すとなった。二人にあふれる自らに対する怒り。それでもこうして兄と戦うことが弘之のさらなる成長への糧となっている。いつも一緒に走るときはこれが最後、これが最後ぐらいの気持ちでやってるんで、はい、ありました。一回でも頑張って一緒に上がって、また帰って練習戦の猛練習が始まりそうだな。今年兄と共にグランプリの夢をつかんだ村上博之、今も目に焼き付いている衝撃のレースから8年、一つずつ夢を実現してきた男が12月30日また一つ夢を現実のものとする、そしてさらなる成長を遂げることとなるに違いない。